あー見たことないやつじゃ。これ中ボスじゃね。やばいな。強行と嫉妬。これ嫉妬って読む？え、嫉妬ってこんな感じじゃなかったよな。なんて読むこれ。なんと、え、強行っていうことはだ、強行か。なんだ強行ってなんだ。恐怖ってことは剣をかな。それか憂鬱かになるか。とりあえず剣をで攻めてみ、剣をで考えて孤独でいこう。違うか。そこそこダメージでかいな。じゃあ憂鬱かな。憂鬱や剣孤独つ、え、ちゃうな。え、何やったっけ。憂鬱かもしれん剣不安攻撃でいこう。あ、これでもない。っていうか、心の場合はあれじゃわ。ダブルショットの方が強いんじゃったっていう話。あ、ちょっと。あー、回復的だ。右のやつから倒さんかったら厳しいってパターンかもしれん、これ。嫉妬か。剣王かな。よし。よし、じゃあ剣王で当たる。あー。これ対策じゃ。さっき心が覚えたセンシブルってこれ対策じゃ絶対。今炎症って言ったもん。剣を、これ、よし、こいつで攻めたらこいつはなんとか。炎症開始してる。だがタイミングが悪い。心で攻撃できん。あ、いけるわ。こいつにセンシブルで攻撃すれば、防げるんだよ、多分。あ、ミスった。ほら、右のやつ、栄翔をミスったみたいで攻撃してこんかった。これだ。今はダブルショットで攻撃しとけばいい。栄翔始まってないけん。始めた。で、ここで、孤独攻撃で、アタック。普通に攻撃してきた、こいつ。でもってセンシブル。で、こいつの邪魔すると。そうしたら、栄翔が失敗に終わると。そういうことか。なるほどな。戦略ゲームやな、これ結構。あ、センシブル使うためにちょっと一旦普通の攻撃に戻すか。あー、栄翔開始して、こいつが通常。今度は右のやつが通常攻撃して、あ、そのまま栄翔攻撃が来て毒になっていつもいいか。これ回復しておきたいな。なんかないかな。ワン、ユー、ツー。待てよ、毒ってどれになる。とりあえず HP 回復から始めようか。剣王です。孤独攻撃でこいつ潰してくる。あー、やばい。あ、そうだ。シーサだ、あれじゃ。特技で回復のやつがあるけん、そいつやればよかったところやな。特技でリフレッシュか。で、自分を回復と。あれ？ああ、そうかそうか。自分のターンじゃなかったよな。今、炎症使用権センシブルで邪魔すると。あ、こいつも。この攻撃で、こいつをどうにかして先に倒したい。センシブルでこいつ炎症使用権こいつを邪魔する。通常攻撃は。それはしょうがないわ。孤独攻撃。いけ。よっしゃ、ようやく倒した片方。で。HP はちょっとやばいけど、HP 回復するやつがないけど、とりあえず普通に攻撃するしかないんよな。ところで、毒ってどれに当たったっけな。死神の、あ、これ関係ないわ。どっちか、陣痛剤かな。回復した。よっしゃ、不安なんやな。毒って。手堅くこっちはちょっと待ってか。特技。心を回復すると。心は TP 貯めよう。 AP やっけ、あれ TP やな。 TP 貯めておいて孤独で攻撃。あ、孤独ちゃうわこいつは。あ、でも孤独ついた時にやった、ラッキー。孤独って何やったか忘れろ。何やったっけ。こいつの弱点、孤独は沈黙やけん、多分もしかしてあの炎症攻撃してこんようになったんか、これで。それだったらラッキーやけど、
やな、強行ってことはなんだ、前にも強行でなかったっけ、のせいかな。強行だろ、剣王か。だっけん孤独で、あ、孤独ちゃうんだよ、マネメだ。なんだろうな、憂鬱か、憂鬱やけん不安攻撃ちゃう、相性してきよんで、普通に邪魔だ、あ、使えない、じゃーん。なんだろうな、いえ、あ、不安なんじゃ、強行って不安だったんじゃ、つまり剣をでダメだ与えれたわけじゃん、なるほどな、クロマは攻めろ、あとはビートダウンじゃ、イエース、手堅くここを回復しておきましょう。でもって剣王で、あとはもう剣王で連続攻撃、よいしょよいしょ、あ、A 召喚してきた、邪魔をします、よいしょよし、倒した倒した、ふぅ、なかなか。ラベンダー層稼いで心レベル4。おう、これレベル1つ上がるためになんか覚えるんだ。ケアってことはもしかしてこっちも回復魔法のやつなんかな。なんとか片付けましたか。心、過去の私はさらわれたようですが、きっと大丈夫ですよ。今の私がこうして生きている以上、過去の私が死ぬわけないんですから。シルサさんも覚えているんでしょ？そうだけど、そうだけど、それは違うの。違う？どういうことですか？ごめん、私にはわからない。少し考えさせて。シルサさん？どういうことだろう？何か不安要素でもあるんだろうか？というわけでまだ次のところ行けるらしい。もうなんか入れんかな。ガチャって音だけで終わった。あー、入る前に転倒だ。わしとったな。見るん。スキルか。ちゃう。心の方ね。ケア、味方単体で心を落ち着かせる、異常状態を回復する、あ、そんなんあるんじゃない、異常状態の方か、これはまた便利、すごく暗くて冷たい気持ちが伝わってきます、まるで全てを恨むようなそんな気持ちが、この記憶をたどってみますか、はーい、あ、これ確か、誰の家だったっけ、どっちの、また私の部屋ですね。時系列的には私がさらわれた後でしょうか。外はすっかり夜になってみたい。過去心は大丈夫かな。お？心、いる？過去のシーサーが来たようですね。私を心配して来てくれたのでしょうか。心配したって、さらわれた後なのにな。あ、そうか、この時代の昔リサは知らんのか、心をさらわれたこと。心、まだ帰ってないんだ。こんなに遅くなったことなんて今までなかったのに。心、何かあったのかな。最近はいろいろと物騒だし。これ、心の日記？日付は今日のお昼。私と別れた後に書いたのかな。心、まさか。多分察したんだろうな。マジの方で何かあったに違いない的な。私の日記、何が書いてあったんでしょう。読んでみればわかるかもしれません。もちろん読みます。晴れ、今日はシーズさんに呼び出されて、またよくわからない発明の実験台にされました。
あのネックレスやな。人の心が読めるペンダントを発明したらしいです。半信半疑だったのですが、今までシリウスさんの発明が失敗に終わったことはないので、期待半分不安半分でした。シリウスさんに言われるままペンダントをつけました。どうやらこれで近くの人の心が読めるらしいです。早速自分の心を読んでくれとシリウスさんに言われましたが、何も聞こえないし何も起きませんでした。どうやら発明は失敗に終わってしまったようです。そのまま私はシーサさんにペンダントを返そうとしましたが、シーサさんは受け取らず、そのまま私にくれました。どうやら最初から私にプレゼントする気だったようです。おお、シーサなんか粋なことするんやな。意外とね。シーサさんのからのプレゼントはとても嬉しかったです。それにペンダント以外にもシーサさんからもう一つ受け取ったものがありました。実は発明は成功だったようです。え、そうなんだ。ペンダントをつけるだけで人の心が読めるとシーサさんはそう言っていましたが、実際は違ったようです。ん？どういうこと？ペンダントを返そうとシーサさんに触れたとき、私の心の中にシーサさんの心が入ってきました。お？それはとても温かくて優しくて綺麗な心でした。純粋で少し恥ずかしいけれども、目の前の私に向けた 大好きな気持ちが私の心の中に入ってきたのです。どうやらこのペンダントは相手に触れて初めて人の心を読むことができたようです。シーサさんらしからぬおっちょこちょいなミスですね。なるほど、すごいな。でもこのことは黙っていましょう。私がシーサさんのそんな優しい気持ちを見たと、シーサさんが知ってしまったら、またはぐらかされるに決まっていますから。さて、そろそろ町に買い出しに行かないといけません。いろいろと食料品も買い揃えないといけないですし、それに何より、明日にはシーサさんの誕生日が待っていますからね。このペンダントに負けないくらいの、精一杯の心を込めたプレゼントを買いに行かないといけないですね。めっちゃいい話や。友情だ、ほんと。そう。そうです。あの日、私はシーサへのプレゼントを買いに、その先であの事件に巻き込まれて、それからどうなったのか。とにかく、今は過去のシーサさんを追いましょう。いい話や。めっちゃいい話やん。こんなストーリーだったんだよ。村のそばの小高い丘に小さな洞窟があった。好奇心が唯一の取り柄だった私は、何も恐れずにその小さなホラー穴かなに入る。まるでこの世の底へと続くそのホラー穴を、恐れも怯えもせずに進んだその先には、小さな祭壇が備え付けてあり、そこに3本の剣が刺さっていた。その剣に触れた時、頭の中に響いたこと、乾いた声が響いた。殺せと、ただその一言だけが響き、やがてその声は私を支配していく。あくる日、声が聞こえた私は、父の帰りを待つ母を殺した。剣はまるで母の血を吸うように赤く染まった。あくる日、声が聞こえた私は、家に帰った父を殺した。剣はまるで父の蒼白な顔を映したように青く染まった。けれど私はもう家族がいない。友と呼べる者もいなければ愛する者もいない。ならばこの剣を渇きを癒すためにはもう殺す相手がいないのだ。ならば次に私が剣の声を聞いたとき、それは誰を殺すときなのだろうか。私が人を愛したときに再び声が聞こえるのだろうか。もしも私が誰も愛すことがなければ、その時は自らの命でもって剣の渇きを癒すのか、言い知れぬ不安は、ただ私の心を暗く覆い尽くしていく。いい話の後にこんな悲しい話聞かせるな。
まあとりあえず何を言いたかったかちょっと忘れたわ。心の心ってすごい奥深い話なんやなぐらいの感じで思ったのにな。友情の信念がめちゃくちゃ能力高そうな感じになってる。暴力先ではちょっと嫌やな。でもよし、俊敏性を潰して、でもちょっと攻撃力、いや防御力、いや攻撃力か上げる感じでいこうか。よし、それでいこう。心は攻略重視で、パワーのマッスル心でいきます。あとは間違えた。友情はこっちは精神力上げるタイプなんやな。こっちは精神力重視でいってみようか。よっしょ。さてだ、セーブポイントあったー。そろそろセーブして終わりたいと思ってたんですよね。過去のシズさんは一体どこへ。とにかくシズさんの家に行ってみましょう。行く前にセーブです。というわけで今回はパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。心の心いいストーリーだと思い、なんかちょこっと出てきたお前なあ、お前映りたがりかカメラに。まあいいや、仕上げ。